それでは次のコーナーに行きたいと思います。次は次はしゃべる猫しおちゃんのコーナーです。待ってました。まずはしおちゃんとティーちゃんの映像をご覧ください。それでは VTR どうぞ。アメリカ在住の黒猫のしおちゃんと、シャムミックスのティーちゃん。飼い主さんとの楽しい様子をご覧ください。ティー君、おお、着いた。ちょっとさ、このちょっとこのロッド良くない？かなり本当の本格的。さ、あのほら、虎がぐるぐる回ってバターになっちゃうやつあるじゃん。 T ちゃんぐるぐる回って溶けたら何になると思う？クレームブリュレ。お、目が回った、目が回った、目が回った。大丈夫？ごめんね、ごめんごめんごめん。よっよっ。上手だね。ちょっと、目が回る。楽しいね。本当楽しいわ。はいはいはい。あ、怖い怖い怖い。大丈夫？うん、大丈夫でした。ということでした。仕事中です。膝の上にはしおとティーちゃんがこんな感じで乗ってます。ティコ、しおちゃんちょっと半分体重かけてない？大丈夫？ん？ティコ、ほら、しゅうちゃんが嫌がって行っちゃうよ。追っかけないの？追っかけないの？ということで、さっきまでしおが座ってたけど、ティーちゃんに入れ替わってしまいました。こういうことを寝てる時にも、何度も夜中に起きてるみたいです。そういうことって言っていいじゃないしよ。そういうこと？うん。あんまり嬉しくなさそうですよ、ちゃん。いいから、いいから。カメラはいいから。カメラいいから。カメラいいから。YouTube にティーちゃんの動画をアップしたんですけど、こういう様子です。シオは膝の上で、ティーちゃんも乗っかって3人でぎゅうぎゅうです。あったかいし、あったかいな、シオ。あったかいよ。
なったりしてます。じいちゃんも。ということでね、あ眠い。うん、どうした。耳毛がかわいいね。この耳毛がかわいい。しおくんね、うなよって。あ、今年うなよしてない。まだね、シェルターに行ってうなよ言ってこなきゃ。うん、去年言いそびれたじゃんか。行ってこないとね。うん、行く一緒に。そういうこと言うと T が来るよ。ほら、いやって言った。言わないか。元気。カツオ食べる。いらないの。そう、お腹なんか入る。いやか。釣りする。釣りするね。釣りやる。この前はなかなかの役者ぶりだったんですよね。ねえT ちゃんもね、ここでさ、こう歩いてしおちゃんにおめかししたのに面会するところ、あのお尻の、これちょっと遊んでたね。お尻のあのプリプリ加減がすごくうまかったよね。ねえ。うんって言った。うんって言った。なんでそんな可愛いの？ねえ。高いの。すいませんでした。じゃあここにこの間に顔をなんてね、しませんよ。
ブログおキャンはこちらになります。はい、そして恒例のしおちゃんクイズを始めたいと思います。この番組のためにおとん自ら問題を考えてくださいました。今からしおちゃんやちーちゃんに関する問題を出します。4択です。チャットに参加している方は答えだと思う番号を打って答えてください。チャットに参加していない方は画面の向こう側で大きな声で叫んでください。はい、それがルールです。はい、それではクイズに入りたいと思います。はい、はい、ではマーチさんお願いします。いきます。問題、ズズン。普段とっても穏やかで優しいしおちゃんですが、ティーちゃんにされることになかん？ティーちゃんにされることの中でこれだけはどうしても怒ることがあります。おうおう、それは何でしょう。1、ご飯を横取りされる。2、釣り竿を取られる。釣り竿？おもちゃですね。3、おとんとの腕枕添い寝、腕枕添い寝に割り込まれる。4、必要にレスリングを仕掛けられる。さあどれでしょうか。ティーちゃんに、あ、しおちゃんがティーちゃんにされることで、うん、これだけは許せないっていうことですね。どれもありそうだね。そうですね、釣り竿もお気に入りのおもちゃの一つなのでね、なんか4とかティーちゃんするのかな。あ、でもレスリングとかするのかな、ティーちゃん結構、うん、上手だからね、ティーちゃん。あ、そうなの。うん、なんかすごくおしとやかそうなここに見えたから。いや、女はすごいよ。女はすごいよ。何の話だ。何の話した今。ティーちゃんの話してんだけど。うーん、どれもありそうですね、やっぱ、ね、でもしおちゃんですからね。ですよね。ご飯、ご飯か、ご飯か、ご飯。でもなんかしおちゃんご飯はなんかいいよって言ってくれそう。はい、言ってくれそう。優しいから。うん、私だったら許さないですけどね。うん。でもどうもな。いや、気持ちかな。はい、では答えが出揃いましたでしょうか。はい、それでは答えいきたいと思います。ジュルル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 ル。答えは3番、ほとんどの腕枕添い寝に割り込まれるでした。しおちゃんの場合、釣り竿は取られると悲しそうな顔をして遠慮がちにティーちゃんに譲ってしまいます、うんうんうん、けれど腕枕だけは邪魔されるとふんにゃんと怒ります。バイおとん。おー、かわいい。かわいいね。腕枕添い寝だよ。かわいい ね, ね。それでそうなんだ。邪魔すると怒るんだって。かわいい。すごいかわいい、ね、キュンってしちゃうね、うん、ね、いいね。いやいや、でもティーちゃんもそこに入ってこようとするわけだよね、要は。そうだね、そうだね、うん、モテモテなのよ、おとんは。まあまあ、まあ、うちの猫でありえない。すぐ嫌な顔する。嫌な顔すんの、しかも、しかも嫌な顔すんだ。すぐむすって提供してんのに。そうそうそう。はい、ということでした。でした。今度映像くださいね、シンゴロさん。その映像ヌヌヌヌって言ってるところください。はい、はい、まだ時間の方ありますので、お、次のクイズいきたいと思います。では2問目お願いします。はい、問題、ババン。しおちゃんの肉球の間の毛をカットしてあげるときにシンコロが困っていることは何でしょう。1番、しおちゃんがバリカンにびっくりして抵抗しまくる、うん、2番、しおちゃんの毛を刈ったそばからティーちゃんが食べてしまう、うん。3番、毛を刈っている最中にティーちゃんがしおちゃんに突きをする。あー、こういうことね、うん。4番、最近手が震える。さあどれでしょうか。そうね、シンクロさん、おとんが困っていることっていうことでね。よっ。言うな。自ら問題を提供してくれたんだ。
最近手が震えるまあ細かいからね、肉球のしおちゃんは長毛なので、うん、肉球の間の毛がちょっとこうボーボーになるんです。で滑ったりするのでカッティングしてあげたいんですね、うんうん、で4番に至っては、うん、最近手が震える切なくなるからやめてねえ、はい、どれもありそう、どれもありそうとか言ってた話4最初失礼だろありそうだね、ない作業だから4は多分ない最近目がしばしばしてるからやめて、答えが4番だったら下来そう1番、あびっくりして抵抗しまくるわ。あでもありそうだ、ね、まあね、やっぱ動物のことなんで、ね、バリカンって、ね、猫用のバリカンって、そうなんで、ちょっとちっちゃいやつで、うん、音とかすごいんだ。あ毛を剃るからね、あそうか、ウィーンみたいな、うん、肉球にちょっと当たったりするからさ、あ抵抗しまくる。あ、そっかそっかそっか。どれもありうるかな。ちゃんが食べてしまう。どういうこと？な、え、毛を食べるの？毛づくろいの一環なんじゃないかな。ほんと。ペってなるよね、でも。食べたら結局。まあ、もみあげも舐めたりするぐらいだからね。前のクイズで。え、でもこれ完全に毛だもんね。毛だもんね。で、3番が今日飼ってる最中、ティーちゃんがしおちゃんに付き合わせる、かまってよとかかな。あー、そういうことか、うん、毛の短い子には必要ないんでね、バリカンで。もなんかさっきの問題を、うん、おの踏まえちゃうと、いやでもわからんぞ、わからんぞ。さあ、皆さん、あれ、4って打ってるんじゃないですかおいおいおいこれ何のクイズかになるよね。何のクイズ、シンコロクイズになっちゃうというか、ボトンクイズってほとんど悩みクイズほとんど悩みクイズはい、はい、ではでは答えをいきましょうか。はい、答えは2番、しおちゃんの毛を買ったそばからティーちゃんが食べてしまうでした。あ、意外ですね毛を刈ると、うん、ティーちゃんが走ってきて両手で捕まえて食べようとするので困ってます。ちなみに3番の月はしおちゃんが布団の中に入っている時にします。バイオトンということで。おー、そういうことね。おとん、手が震えることやね、何も言ってこないな気になるな。いや、ないってことね。まあ、震える時もあるんでしょうけど毛を刈るとティーちゃんが走ってきて両手で、そんなに食べたいの美味しいの？なんか気になるんじゃないかな。あ、そういうことか。わーって捕まえて。でも困るよね。毛が溜まっちゃうから。だよね。ね、猫それぞれですよね。ね。で、そう、3番で答えた方は、うん、これはしおちゃんが布団の中に入ってる時にします、うんうん、ちょっと引っ掛けですね。あ、ちょっと詳しければ詳しいほど引っ掛かってしまうということですね。あ、マニアはちょっと難しいかもしれないですね。マニアは逆に難しいという。なるほど。他にも毛食べちゃうという人いるんでしょうかね。いるのかな。食べてる。あ、私は食べてないけど。食べてる、食べちゃう猫を飼ってる方です。今省きましたんでね、今おかしなことだったんですね。今なんかちょっとね、ごめんね、すいませんでした。ダイレクトに聞いたわけじゃないんだよ。あやちにダイレクトに聞いたわけじゃないんだよ。うちの子は食べるかってことですね。そう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 、君が食べてるかじゃないんだ今の質問。うちの子も食べ、うち一匹しか飼ってないんで何とも言えないんですけど、うん、食べてる、食べてるかもしれない。食べてるかもしれないわ。食べてるんだ。うん、食べる方なんだ。食べる方で。まあね、こういろんなしおちゃんのティーちゃんの一面が見えるクイズでした。はい、面白い。はい、そうですね、うん、じゃあちょっと時間の方来てしまったので、はい、今日のクイズはここまで。次回の放送でもしおちゃんコーナー用意してますので、うん、ぜひご参加ください。お願いします。はい、はいはいはい。そしてときめきパブリッシングにてしおちゃんの写真集が絶賛発売中です。しおちゃんとティーちゃんの魅力満載の一冊となっていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。お願いします。